生きてる人と体があるっていう。稽古やっときゃいいんだって。体が変わる。人はいかに生きるべきかとは。こう頭がいいというかね、クレバーになることが進化だとしたならば、何を学んで生きて死ぬのかっていうことをバトンタッチをしていくことが進化だ。一瞬復元がしていくでしょ。復元をしていく。復元をしていく。この枠を外して重さを移動したらまた枠にはめる。その上でその枠の中で叩くとか。動きの原理とか。高速性というものが体にも働いている。心とか意識とかにも働いている。武道なんてそれを身につけていく行為。だんだん変わっていってね、体と心が喜んでくる。脳はね、ものすごい使ってるんですよ。左の脳で理解した、右の脳で想像した、体を動かして、ね、そこのところでやってることを稽古って。人間ってね、脳を発達させなさいよっていう、ね、そういう遺伝子が入ってる。人間だけは、ね、進化のうちはね、 95% 脳に残ってる。それがね、ちょっとでもね、みんなよりね、高級に動き出すとね、ハイになる。その全てを熱い方